地球の皆さん、こんにちは。カムタタールシャドウ、シャドウ星人月くんと申します。今日はじっとしててもどうにもならないので、ウルトラマンジードの最強怪獣ランキングの動画をお見せしようと思います。いつも通りこちらのルールにのっとって、怪獣の知名度や人気は度外視で、強さのみでランキングをつけさせていただきました。ちなみにランキングがベリアルまみれになるので、その状態のベリアルは外しました。それでは順位発表です。どうぞ。10位は5話、6話、18話に登場したベリアル融合獣サンダーキラー。エルキングとエースキラーの怪獣カプセルでフュージョンライズしたベリアル融合獣で、エルキングのように三日月型のカッターを撃てたり、尻尾から強力な電撃を放つことができます。エースキラーのようにウルトラ戦士の必殺技を使うことはできないんですけど、光線を吸収して口から打ち返すという能力もあります。ウルトラマンジードのプリミティブを圧倒して、ソリッドバーニングのストライクブーストも破りました。ジードクローを手にしたジードに敗北したものの、この時まだ本気ではなかったので、相当な強さであることがわかるサンダーキラーが10位にランクイン。9位は18話に登場した帝国騎兵レギオノイドダダカスタマイズ。ベリアル軍のレギオノイドをダダがパクって改造して超強化した個体です。ベースのレギオノイドとは比べ物にならないくらい強くなっていて、なんとあのウルトラマンゼロビヨンドに勝利しました。まあゼロは全く本調子じゃなかったことに加えて、エネルギー切れでの勝利だったので、戦闘力がゼロより上というわけではないんですけど、それでも高い戦闘能力があることは確実です。ウルトラマンゼロ相手に大金星を挙げたレギオノイドダダカスタマイズが9位にランクイン。8位は18話に登場したエンマ獣在合部怪獣カプセル。怪獣カプセルなので、ウルトラマン X の劇場版に登場したオリジナルの個体には大きく劣るものの、それでもかなりの強さを持っています。9位にランクインしたレギオノイドダラカスタマイズを全く寄せつけずにボコボコにしました。ジードのロイヤルメガマスターに完敗したものの、作中に登場した単体の怪獣カプセルで最強の戦闘力を見せたザイゴーグ怪獣カプセルが8位にランクイン。7位は11話、12話、21話、23話に登場したベリアル融合獣ペラニウム Z。 キングジョーとゼットンの怪獣カプセルでフュージョンライズしたベリアル融合獣で、ウルトラマンジードの中ボス的ポジションを務めました。12話の時点でジードのマグニフィセントに敗北するんですけど、21話に登場した時には大幅にパワーアップしていて、ジードのロイヤルメガマスター相手にテレポートやバリアを使ってカラータイマーが点滅するまで追い込みます。最後に登場した時も超巨大化するなど、かなりの強さを見せたペダニウムゼットンが7位にランクイン。6位は14話、15話、24話、25話に登場した時空破壊神ゼガ。我々シャドウ星人が生み出した兵器で、非常事態用の最終手段として保存されていました。普通に戦ってもウルトラマン2人を相手にできるぐらいの体力威力やスタミナがあって強いんですけど、なんといっても必殺技のゼガントビームがめちゃくちゃ強力です。シンプルに大爆発が起こるほどの威力があるのに加えて、着弾した場所の周囲の空間がブラックホールのようになって、物体を吸収して異次元空間へと飛ばしてしまうという、当たれば勝ち確の一撃必殺とも言えるビームです。ウルトラマン2人がかりでようやくなんとかすることができた厄介な性能を持つゼガンが6位にランクイン。5位は22話に登場したベリアル融合獣キングギャラクトロン。キングジョーとギャラクトロンの怪獣カプセルでフュージョンライズしたベリアル融合獣で、変身している福井で K 自体の力が上がっていたためにとんでもなく強くなっています。ゼロとジードと戦って2対1であるにもかかわらず互角に戦います。しかもゼロビヨンドとロイヤルメガマスターの2人がかりであるにもかかわらず、力で押し返してカラータイマーを点滅させるまで追い込みました。新旧ウルトラシリーズを代表するロボット怪獣を融合させたキングギャラクトロンが5位にランクイン。4位は16話、17話に登場したベリアル融合獣キメラベロス。ウルトラマンベリアルがゾグの第二形態とファイブキングの怪獣カプセルでフュージョンライズしたという、文章だけ聞いたら思わず笑ってしまうようなぶっ飛んだ組み合わせのベリアル融合獣です。ジードをボコボコにして吸収してパワーアップした後、ゼロビヨンドもボコボコにしました。素のベリアルに比べて攻撃力はそこまで強化されているようには見えないんですけど、
圧倒的な耐久力、スタミナでジードの猛攻を耐えまくったキメラベロスが4位にランクイン。3位は劇場版に登場したシビルジャッジメンターギャラクトのマーク2。超強化された新型のギャラクトなので防御力、耐久力がとんでもないことになっています。ジード、ゼロ、オーブのウルトラマンが3人がかりでありとあらゆるタイプの攻撃を浴びせ続けるんですけど、それをことごとく耐えました。耐えるどころか、なんなら互角以上に戦って3人を敗北寸前まで追い込みました。鉄壁の体とバリアを使って複数のウルトラマンの必殺技同時発射を余裕で耐える防御力や的確な状況判断能力、近接戦闘能力の高さも見せて視聴者を驚愕させたギャラクトのマーク2が3位にランクイン。2位は劇場版に登場した巨大人工頭脳ラストジャッジメンターギルバリス。一体一体がとんでもなく強いギャラクトの軍団の頂点に君臨する巨大人工頭脳の怪獣形態。見た目通りとんでもなく高い防御力と攻撃力を備えていて、ジードの最強形態ウルティメイトファイナル、ゼロビヨンド、オーブトリニティからのオーブオリジンの3人とやり合って互角以上に戦うというとんでもない強さを見せます。3人がかりの猛攻でもほとんど動じないフィジカルと強力なビーム、バリア、ホーミングミサイルなど攻撃の手段、威力ともに桁違いの性能を持っています。そのヤバすぎる性能で地球ごと危機に陥れたギルバリスが2位にランクイン。1位は23話、24話、25話に登場したウルトラマンベリアル、アトロシアス。ただでさえありえない強さを持つウルトラマンベリアルがエンペラ星人とダークルギエルの怪獣カプセルと宇宙に散らばっているウルトラマンキングのエネルギーを吸収して強化された姿です。その強さは当然圧倒的で、ゼロビヨンドのツインギガブレイクやジードのリフュージョンシャワーが直撃してもほぼノーダメ、ゼロビヨンドを撃破、数回の攻撃でロイヤルメガマスター解除、時空破壊神ゼガンをワンパン、ウルトラの父が足止めで精一杯など、とてつもない強さです。しかもこれでまだ不完全な強化でしたからね。登場した際には勝てるビジョンが全く思い浮かばないほどの絶望と恐怖をサイドスペースの地球人と視聴者に与えたウルトラマンベリアルアトロシアスが堂々の1位といった感じでした。正直設定的にはアトロシアスもっと暴れてても良かったんじゃないかと個人的には思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。